巡課課長、官軍長長子書、翌期長、長子書集長は、複数の諸人の名跡を集めて、石焼などに濃した法上のこと。単長や船長に対して言う。詳細は、法上、三省集長の起源については主事の説があるが、南東の利子主の、小元長、清新神道長が集長の祖と言われている。以後、数多くの集長が編されているが、 その大部分は、行書、宋書の書館である。宋の、純佳閣長、民の、帝雲館長、与清最長、真の、三木道法上などが著名である。宗長会の王者として君臨する、純佳閣長十館には、二王の書が、半分の五館を占めており、法上の主流は王法であった。秋夜には、多くの名跡が収穫され、元神経をはじめ、宋、 元の書も刻されるようになった。そして、これらが、真の、未木道法上に集大成される。特に明から清にかけて法上が、前世の時代であり、これを研究する上学が起こって法上から学書する、方法が一般化し、新大中期まで学書の主流になるなど、書道文化の発展に、大いに寄与した。また、明の中期から経済的発展を遂げた江南で、 大衆造家が出現し、家造の名品を元に国させた。これに伴い法上政策を専業とする、優れた国者なども現れた。いかに代表的な宗長を挙げる。義、進むの筆跡が中心であるが、そう、元の親戚からの紙医師も多い。徳次町、大静か書、片付けな告げ町功書き、純化格長本、小本長は、宗長の祖と言われるものであるが、 早くに防失している。リゴ主が序に命じて国させたものである。清新神道長は、リゴ主が国したものと伝えられるが、時代には主事の説がある。民の中頃世に現れた。王義氏の書が成国されてあり、また、潤化拡張にない時があるので、尊ばれている。現在は、宋時代の拓本とされている残本数冊と残本をもとにして、来金官庁、 下高堂道多摩遠道町などで重刻されているものが伝わるのみである。順化拡張10巻は体操の勅命によって順化3年に完成した。管林侍書の王朝が勅命を報じてナイフ書像の書籍を変したものと伝承されている。王朝は完成前に亡くなっているので弊社への疑問もある。拓本としては極小数化しされただけで、 初版の原版が消失したらしいので、多数の再版が、後世まで制作された。有名な再版としては、明治時代に制作された古詩本、半詩本、祝福元、清史時代の先生本、権竜帝による、近帝重国巡化拡張などがある。十巻の内容は次の通りである。歴代帝王の書歴代名神の書歴代名神の、書歴大名,名,名神の書書家の書、王義氏の書、 王義氏の書、王義氏の書、王剣氏の書、王剣氏の書,氏の書この州長の書集は、官、義、陸長、等までの広範囲に及ぶ。ただし、審議の疑わしいものも含まれているという。大官長十官は、基礎が大官三年、竜、王淵、蔡径らに命じて、巡価格張を訂正、削除、報告させたもの。毎末にが表題として、 大観三年正月一日、笹生正仕方着、六神医師と書いている。純化拡張の板がひび割れし、また、王朝の記述に誤りが多かったため訂正し、偽跡の明白なものを削除した。さらに内部書蔵の書籍を出して、報告させた。しかし、成功元年に成功の変があったため、拓本の伝わるものが極めて少ない。新章最長三巻は、 大修増加の花夏が、火星元年に、火造の、万歳通天神町などの遺品を濃して観光した、もの。最初期に濃したが火災で消失し、石に濃し直した。文長名が針し、小寛父が濃し、四木も清涼で、秋代第一の法上との評価もある。上中華三巻の内容は次の通りである。万歳通天神町、万歳通天神町とは、 大志一族の所管を当人が模したものである。王義氏の子孫の王方慶が、万歳通天二年、道家に伝わる王義氏及び一門の章、側天武功に献上した。武功はその模本を作らせ親戚は返還している。しかし、親戚は失われ、模本の一部のみが、両年章博物館に現存する。新章最長、定雲館長、三木道法上に、国入りされ、 内容は、王義氏のおば母,母町、諸月町、王剣氏の二十九日城、王子の柏市町などが著名である。定具も館長は、文朝名府氏が、嘉星十六年に第一館を作り、以後、名跡を得るごとに順次も国し、二十年間で完成した。十館本と十二館本の二種があるが、十二館本は、町名没後、宿位名。 文長名の2巻が加えられたものである。その10巻の内容は次の通りである。進む等紹介、万歳通天新長、傾向、絶好書、孫家庭諸府改祖、千金朝など、当人の書、宗人の書、宗人の書、宗人,人の書、元人の書、諸元人の書、秋人の書第一巻の王義氏の紹介を除くたは、文長名とその子が、親戚から針もし、 小勘父などの名手に告させたという。片義者国と共に清涼なため、秋を代表する名城とされている。17条、王義氏、学期論、王義氏、行吉最長八巻は、諸賀商人のクレテが、万歴24年に作成した。クレテ自身が所蔵した、王義氏から米仏までの所長を告したもので、その八巻の内容は次の通りである。王義氏、十七条、 王義師、長勤開発、本乱定所、学記論、工程業など、王義師、行上長、王剣師、高等岩長、落信不十三業など、王、白円長、王剣師、中秋長など、王義師、子、母長、シャーン、六十五次長など、孫家庭、総書仙事門、岩神経、採鉄文庫、素食、石壁府、米仏、仙事門米仏、 表紙帳など、17条以外は多く、親戚から国したという。国者は、洋明寺などによる名状である。下行道帳16巻は、陶器省が、万歴31年に作成した。進む闘争元の名品を集めたもの。打つ岡西町10巻は、王公道が、万歴39年に作成した。商用、王義士から訴食、米仏まで。 進む闘争の名品を集めたのも。国者は、漢史鏡という名手で、秋代の修長中、第一の聖卓と言われる。玉縁道町24巻は、陳が万歴40年に国したもので、漢、義よりそう、元に至る名石が収国されている。国は、成功さに格が他町に見られない作品が含まれ、貴重である。周三県長4巻は、 鎮足縁が万歴47年頃に作成した。疑心から乱宋の超速これまでを集めたもの。秋壁道町八巻は、収蔵家の両生氷が、自身の増する陸旗、平福町から超毛布、落神布までの親戚から、片切りした。国主は遊泳福である。内容の良さと性格をもって著名であり、特に平福町と長、長金開圧。 本乱定所があるので名高い。観光年は不詳。長雨老ロ四巻は、真の修を例が作成した。貯水量眼神経、層の四大化などの作品が国りされている。観光年は不詳。三木堂北条三十二巻は、拳流十二年に、拳流帝の直命を報じて、領主政らが義の商用から、 民の陶器商に至る歴代名人の筆跡を刻した。その原石は495国に上る。聖国であり、四国共に良い。俗帳として、三木堂とは、四金城、内定西側の養心殿内にある建物の号で、県竜店が命名した。その由来は、県竜店が、王義氏の、海行、時春町、王建氏の中州町大の、 白煙町の三条を得て、これをマレヨの沈鳳としてその室中に増したことによる。清志官長六官は、真のクレエが、同校十年に、修造する進む寮闘争元の名跡を濃くしたもの。クレエは、修造に富み、基調3三千本近く有していたという。他町にない、珍しいものもかなりあり、新代の国町としては有数のものである。 六巻の内容は次の通り、進む領書、東君信書、総君信書、総人書、元人書、元人書、となり、行ける延長12巻は、洋子経が高書18年から作成した。日本の風信帳なども国入りされている。ありがとうございます。